All right, Soul Calibur, Grand Finals. Where's our commentator? Fuhi-san. Fuhi, hurry up. I'm going. Grand Finals, yeah.テス。本日はグランドファイナルのスタートっぽいです。スノッピー側がカービィゾノさんで、スノッピー側がナオさん。かなり久々な組み合わせですね。僕の記憶上だと、ゾノさんとナオさんがファイティングシューズで のトップで戦うっていうのは。エボ前ぐらい、去年の、だから、上旬、去年の前半とかはかなり毎週来ていて、よく見れてる組み合わせで、2人とも、中野のガーディアンとして毎回トップ4は硬かった2人なんですけど、後半5月とか6月ぐらいになって徐々にちょっと来れる日がずれてきて、こういう組み合わせを見ることが少なくなってきていたので、かなり面白いんじゃないでしょうか。特に上園さんは、今週末に、開催される C メジャーですね、シンガポールのアジアリーグ決勝にも行かれると聞いているので、まあ、最終調整になるかどうか。ラウンド取ってその後後半の展開、スカカクに対してクリティカルエッジを叩き込んで2ラウンド目を奪っていくのは上園選手です。奈緒さんの動きを上園選手が、はい、捌きながらといった形ですね。相手の上段攻撃をしゃがみで避けてスカカクを入れていく。前出しをここまで潰していくが、これ大きなコンボ、前 B は食らわず、いや必ずしゃがんでますね。 6B の後、 6B の後は 6BB との中段と 6BA の上段で、確か2択というか2つ選択肢があるんですけど、 6BB の発生が多分少し遅いので、少ししゃがんでからでも間に合うのかな。見てからよくナオさんも含めてアズベルはボノの 6B から A にして、それをガードさせてっていう展開をかなり見る。あ、まだタクがあった、失礼。よく見るので、あの上段しゃがまれると、じゃあその後どうするのかというところも見ていきましょう。2セット目、転移から双剣に切り替える。発生で勝負できるようにはなりました。縦を避けて、ここは何もせずガードして 2-2A からやり、リーチを切り替えて相手のスカシに対してプレーローマン。まさとめで下段は飛んでいる、掴みを通した。し飛びを絡めた攻撃、上入れの攻撃をよく使った用しております。あ、しゃがめの 1K かな、3K かな、足払いするミナの下段とか、このしゃがみの A とか、よく小技として上園選手も多用しているので、そこを狙ってのことでしょうか。ただここは置き攻めのセットプレーから7割ゲットしていく。上段しゃがんではいるものの、2A で止めて、これダウンを奪った。ジオメトリーからガードインパクト、リバースレッジの出し切りに一発当てて、ただまだ体力流利は上殿、徐々に追いついてきた三原奈緒ですが、ここで消化天神が刺さってワンコンボで持っていきます。序盤のリードを生かして上殿選手が1ラウンド取り返す。下段足元を突くような攻撃から先陣撃がリーサル、ただコンボに行かない。少し距離遠かったかな、ちょっと珍しい外れ方だったようにも見えますが、その隙を見逃さず大剣神バスターまで持っていって、体力有利は現状三原奈緒選手。それから細かい技で削り合いつつ、徐々に広げていくの奈緒さんでしたが、ここで上園選手が追いついた。クリックエッジ、これは少し遅かったか、入れて、これはよくしゃがんだ。今のはリーサルの位置だったので、当たってたらその後の体力が削られていたでしょう。しかしその後も攻めの手を緩めない。2対2、これはスカカクでまずゲージを1本吐いていきます。2本溜まっちゃうとゲージってもうたまらないので、早い段階で本当に吐けたのはでかいですね。この試合中うまくいけばもしかしたら3本分ぐらいゲージ使えるかもしれない。変異からこれ追いかけていく、前へ
だけ。今度は抜ける。さあ、双剣で攻めていくが、この下がりからのクリティカルエッジで3割切っているので、これ足りるでしょう。カミロの選手、結構そのソウルチャージだったり、あとはコンボの中継としてクリティカルエッジを使う場面を多く見ていた印象だったんですけど、かなりスカサクのクリティカルエッジの精度も高まっております。2対0、ステージは変えず、この2人仲いいですからね、かなり一緒にやって練習している2人ですし、ナオさんのキャリバーはカミロさんがいろいろと仕込んだとも聞いております。衣装を超えることができるのか。学生からこれ 4A プラビー、足元をすくって受け身を張りながら、さあ下段飛んでる、やり返して、ここ浮いた 6BB でダウンを奪って、ギリギリ届かない、散らかす価格は取らないで済む。 AA 空振りに対して大賢人、一度後ろに下がってランエプラビーから削っていく。さあここ何かコンボ指導が当たったらナオさんも分からない、こかして削って削って、この間合い少し怖いが、まっすぐ走ってやりの下段、我慢して我慢して耐えていたのはナオさんの方でしたが、最後に一発ぶち当てて、まあソウルチャージを使っていきます。早めに2ラウンド取りたい。さえさえ横中を振り回して 66B、 これ当てていく、体力追いついた。大賢人は届く前にソウルチャージが発動。さあこの距離はミナだが、詰めてくるところに 6B 置いていたが、しかし続く上段は必ずしゃがんでいるのがこの亀戸という男、カルマ飛びに対して下段、まっすぐ前に走ってきて、何が当たってもという体力ですが、避けてやり、珍しいマノーザ、ガードインパクト付きのちょっと後ろに下がりつつ攻撃する技でラウンドを取り返していって、先陣撃ぴょんぴょん。さあ自分からちょっと影を壁を背負ってしまう形にはなったが、うまくしゃがんで反撃返して5割ゲット、浮かせて、これは落ちないが体力的にはちょっと厳しい。まっすぐ走って大賢人、演出にはいかないがダウンを奪える。あお、後ろにランカウンターしましたね、今リーサルになった。さあ追い詰めた上園選手、これはいや左側にずれましたね。これでリングアウトの危険は少し考えなくて済みそうだ。上段かわして相手をこかして、いつものように丁寧にリズムを奪いにかかる。2ゲージある。ナオさんはどう使っていくのか、すでに読み合っている、体力はない。ソウルチャージ危な、プレノマガードして 3B 当てて3対0で、あっちゅうまに上園選手が取っていきました。ありがとうございます。ではエルビュー、よいしょ。じゃあこれをこれでいいかな、お願いします。であっちか、一度あっちに向くよう指令を受けております。ということで優勝者上野さんです、おめでとうございます。結構チーズで久しぶりですよね。カサンドラが出た時で、はい、なるほど。で、まあ、デジさんはいなかったけれど優勝という形で雪辱は、はい、あれこれ入ってるかな、これ自分の声聞こえます、喋ってて、あ、入ってる、あ、入ってる、よかった、ありがとうございます。2ヶ月ぶりです。はい、2ヶ月ぶりに来て優勝、さすがです。ナオさんと戦うの、はい、チューズデー上だと結構久々で、そうっすね、結構面白かったんですが、先週末はいかな、土曜日に対戦したんですけど、なんか最近もうナオさんが牛になってるんですよ。牛っていうのは守りを捨ててるということですか。いや、あの勝てなくて、はい、もう
もうって言って牛モードに、はい、牛になっちゃう。鳴き声しか出せない。飼うですね、飼う、はい、モード飼うに勝てなすぎてもうってなっちゃってて、なんかアズエル戦は結構、はい、なんか慣れました。ナオさんが一番慣れました一番自信ある、はい、なんだろう。ありがとうございます。今週末シンガポールですけど、はい、いかがですか。なんか意気込みとか、ね、注目してる人とか。体調次第っす。体調次第、体調次第、体調と言っとく次第ですねさっき俺も牛になったんでもう牛にされたんですよ、さっき言っとく君に。言っとと選手以外だと海外の方向だといます。まあ、シェンチャンにまだ大会で勝ってないんで。ああそうですね。まあ、実力的にはもうそろそろまあいけるんじゃないかなっていつも思ってるんですけど、いつも負けるんですよ。あ、なるほどなるほど。だからまあシェンちゃんに勝ちたいなーっていうのはありますね。シェンちゃんとさ、あ、失礼どうぞ。トーナメントが多分出てないんで。あ、はい。誰だ誰か分かんないですよ。確かにあれ、はい、オープンですもんね、言うて、はい、なんか誰でも参加できるみたいな感じ。そうですね。俺もあのスーパーシードに勝ちたかったんですよ。おお。なんか2枠ぐらいを予選で争ってほしかったですね、はい。確かにそうですね。はい、であのポイント順の。あのベストップ8と、ああ、ね、トップ8だから6人ぐらいと。あ、でも当日は当たりたくないです。6位と当たりたくないです。確かにちょっと勢いのあるやつらは。いや、あのゆとと君が上がってきたら困るんで。あ、そっか、ゆとさんとは当日枠だ、はい、忘れてた、はい、ありがとうございます。今台風が、はい、台風もありますけど飛行機飛ぶことも祈りつつ、なんか意気込みあれば。じゃあ最後に。そうですね、まあなんかちょっとプレスタイル変わったんですよ、はい。エボの時と比べると多分全然強くなってるんで。それはどういう方向で変わりましたか。なんかもうちょっといつもより細かくやってる感じですね、はい。まあ、確かに今日も小技多めというか、まあ、いつも多い印象はあるんですけど、その足技の足払いでこかしたりとか2位で止めたりとか。そうですね、まあ、あの足払いはちょっと打ちすぎなんですけど正直、はい、なんだろうな、追い払う技とかローキックとかを、はい、まあ、使って、あと逆にその普段大振りの技多かったんで、はい、あの辺をちょっとあんまり打たないようにして、ほうほうほう、戦ってます。はい、頑張ります。わかりました。じゃあ、頑張ってください。多分結構いいとこ行くっていうのは勝つと思います、はい。ぜひ優勝を応援しております、はい。では、上野さんでした。ありがとうございます。この後は多分鉄拳かな。はい、興味ある方はぜひ続けてご視聴お願いします。